に見えてるかしら。赤レンガの方じゃないわよ。違う、大桟橋の方でもないわよ。もちろん海の方でもないわよ。海とは反対の方向のちょっと上を見上げてみて。そう、ここよ。淡い青緑色の冠をかぶった私、見えてるわよね。初めての方もいるかしら。私、ウィーンと申します。私がこの場所に生まれたのは1934年。それ以来かれこれ81年、ここから横浜の夜景を見続けているの。クイーンっていう名前はこの港に立ち寄った船員たちが名付けてくれたの。いいでしょう。他にキングとジャックと名付けられた建物もいるけれど、私は私の名前を一番気に入っているわ。どうぞ皆さん気軽にウィーンと呼んでくださいね。あら、さーて本日はスマートイルミネーション横浜2015にようこそいらっしゃいました。横浜の夜景がいつにも増して素敵に彩られるこのアートイベント、私の目の前にある象の鼻パークや横浜大桟橋でもたくさんの作品が輝いてるでしょう。4年前に開催されるようになってから毎年この日を楽しみにしてきたわ。その中でも今年は特に楽しみにしていたの。どうしてって、それはね、今年は私に歌ってほしいってリクエストが来たのよ。はあ、嬉しい。81年生きてきた中でもこんなに嬉しくて楽しいことはないわね。その上、今日はオープニングイベントということで、特別に象の鼻大合唱団の皆さんが来てくれたんですって。そうだよ。そうだよ。呼んでみるわね。行くわよ。象の鼻大合唱団の皆さん。私より目立たないでくれる？ちょっとやだ。団長さん。団長さん。空いてるわよ。タックタック。あ、変態。やだ。変態やろ。初めて。このないミスをするんじゃない。で、愉快な象の鼻大合唱団の皆さんと共に、今から歌を歌うわね。一緒に歌いたくなったら、船着き場にいるあなたも、テラスの入り口にいるあなたも、みんな、いつだって一緒に口ずさんでいいのよ。口ずさみなさい。
では、ゾウの花大合唱団の皆さん、準備はよくて、それでは、まずこの曲から、横浜といえば、やっぱりこの曲ね、ブルーライト横浜。街の明かりがとても綺麗ね、横浜。改めまして、こんばんは。